東京ドームです。読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の戸郷、対するドラゴンズの先発はエースの大野、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。戸郷降板。マウンド上ピッチャーは今村、今日2番手としてマウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ジャイアンツここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で鵜飼、第9球投げました。スライダーはストライク、まずは決めてきました。投球これから2球目、ツーシームはボール。第3球を投げました、打ちました、ファール。次が4球目、投げた、低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。リプレイをご覧ください。6回の表が終わって5対2ドラゴンズ、この回1点を返しました。ドラゴンズ追う展開で迎える7回です。バッター伊藤、第1球、1球目ストレート空振り、第2球投げた、アウトローへストライク、これで追い込みました。追い込んで投げた、インハイの直球はボール。次が4球目、投げた、おっとこれ当たった。デッドボールの際どこか痛めたようで現在治療を受けているようです。今ベンチからグラウンドに戻ってきました。大事には至らなかったようです。第9投げた、ボール、一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。第2球投げました、インロー見送ってストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。投球これから4球目、アウトロー、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球アウトコース高め、外れてボール。第2球投げました、打ちました、セカンドの右、ゲッツー、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。7回の表が終わって5対2ジャイアンツ、3点リードは変わりません。ドラゴンズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番細川、直球見送ってストライク、1球目ストライクから投げました、外角低めいっぱいストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、打った、痛烈、坂本ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは4番石川、今日4度目のバッターボックス。第1球投げた、直球ストライク、インローへ、147キロストレート、低め際どいボール。第3球を投げた、打った、流し打ち、ファールボール。第4球を投げた、インコース低めボール。さあ投球は5球目、投げた、見送ってボール。投球はこれから6球目、アウトコース低め、空振り三振。バッターは5番ビシエド、今日はここまで3打数1安打。第1球直球ストライク、まずは入れてきました、インローへ、変化球外れてボール。投球はこれから3球目、打った、ファール。さあ4球目、打ちました、ファールボール。投球これから5球目、ボール。第6球を投げました、外角高め、ストレートは外れてボール。投げました、アウトコース低め見送ってフォアボール。バッターは6番福永、今日はここまで3打数2安打1三振。初球空振り、第2球ボール。第3球を投げました、3球目空振り、追い込んでいます。追い込んでから第4球を外角低め、見逃し三振。8回の表が終わって5対2ジャイアンツ、3点リードは変わりません。
ジャイアンツ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。